から、元気お昼まで遊べて。あ、そうか。ご注意ください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。快速奈良駅です。止まります駅は久宝寺、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、終点奈良の順に止まります。次の久宝寺で普通柏原駅連絡をいたします。当電車4両編成で運転をいたしております。お手洗いは一番前の車両1号車にございます。ここ1号車、途中王子には15時23分3時23分終点の奈良には15時42分3時42分に着きます。車掌は大北です。終点の奈良までご案内をいたします。お待たせいたしました。次は久宝寺、久宝寺です。久宝寺の次は王子に泊まります。優先座席にお座りのお客様、また周りのお客様にお願いいたします。優先座席は各車両の後ろ寄りに、お年寄りやお体の不自由な方のために設置しております。この席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひお席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。また優先座席付近では携帯電話の電源を切ってください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮くださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。久宝寺、久宝寺です。到着の際電車揺れます。ご注意ください。普通柏原駅は着きましたホーム向かい側、一番乗り場15時13分です。
大阪東線は折り返えです。大阪東線普通花手行きは階段渡られまして3番乗り場15時22分です。この電車は快速奈良行きです。急法寺を出ますと次は王子に止まります。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。次は王子です。王子から終点の奈良まで各駅に停まります。
Thank you.
乗車ありがとうございました。まもなく王子、王子です。和歌山線高田行きは15時24分5番乗り場です。ご利用のお客様、前寄りの階段から5番乗り場へお急ぎください。桜井線奈良行きは15時49分。前寄りの階段から5番乗り場です。近鉄線はそれぞれお乗り換えです。当電車は快速奈良行きです。王子を出ますと終点の奈良まで各駅に停まります。お出口は左側1番乗り場です。ドアから手を離してお待ちください。終点奈良の順に止まります。発車まで2分少々お待ちください。しました。快速奈良行きです。終点の奈良まで各駅に停まります。まもなく発車をいたします。発車の際、電車を入れます。ご注意ください。ドア付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。まもなく発車をいたします。終点の奈良まで各駅に停まります。次は法隆寺、法隆寺です。
Thank you.
次は郡山、郡山です。終点7です。
西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点奈良、終点奈良です。大和路快速奈良方面鴨行きは15時51分、5番乗り場です。奈良線宮古路快速京都行きは16時9分、4番乗り場です。奈良線普通京都行きは15時57分、4番乗り場です。桜井線普通王子行きは16時12分、1番乗り場です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。終点奈良、終点奈良です。到着の際電車揺れます、ご注意ください。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。お出口は右側です。3番乗り場に着きます。開くドアに手を触れますと手がドアに引き込まれる恐れがありますので、ドアから手を離してお待ちください。興奮水とかあるやん。でな、もうこっちから出るかな、こっちに行けるけど、俺こっち側出てた。それを噴水側と勘違いしてこっちに行こうと思ってたら、そっちずっと走ってて全然知ってるとこ出えへん。あれここどこやりたい。とりあえず今回聞いて戻ろうと思って、で戻って、であれそういえばこれ噴水ないやんけど、いやほんまだ、で足バグってたし筋肉じゃないけど足やばかった。昨日の汗量やばかった。もう走ってからずっと汗かいたからずっと汗かいて、でまずは携帯の電源切れて途中で、うわすげえ。それで終電だったらどうする。そうや、もう終電が分からへんねん。時間も分からへんしなんかもういざっていうと携帯がないとやっぱ分かんないもん。